どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は曲語りということで、ラッドウィンプスのですね、有心論という曲を語りたいと思います。まあ、この曲をピックアップした理由はですね、もう僕一番好きです。ラッドウィンプスの中で。ちょっと前にカバーしたんですよ、ラッドウィンプス。まあ、それは二人ごとなんですけど、二人ごともすごい好きなんですが、有心論が特に僕の中ではもう大ヒットというか、あれ2000何年だったかな ?2006 年とか7年ぐらいだったかな発売。僕の中でその90年代と2000年代っていう、こう、大きく音楽をこう分けるとしたら、2000年代以降、まあ、2010年代も含めの中でもかなり、名曲中の名曲かなと思ってます。有心論は。それぐらい衝撃がでかかったですね。で、僕、一人旅してた最中だったんですよ。で、一時的にちょっと戻ってこなきゃいけない期間があって、それで有心論がもう発売されてたんですよね。で、ランキングで載ってて、あ、もう出してたんだ、こういうの、と思って、ちらっと触りだけ見たんですよね。そのランキングで、プロモと一緒に。なんかその瞬間、あれ?この曲なんかすごい良さそう。というか、なんか深そうとか思って、ちゃんと聞かずに、まあ、ラッドウィンプスだからいいかっていう感じで買ったんですよね。そして聞いてみたらもう大正解だったなっていう感じですね。だから、どんどんこう大人になっていくと、CD をこう繰り返し聞くっていうことがなかなかないと思うんですよ。子供の頃はね、まあ時間もすごくあったから、あの気に入った曲をね何回もリピートして聴くっていうのはあったんですけど、大人になるとやっぱり気に入った曲でもなかなかそういう時間がなくて、まあ、車でちょっと流したりとかいう感じになると思うんですけど、この有心論はすごいリピートで聴いたっていう記憶がめちゃくちゃありますね。うん、聴かずにはいられなかった。そのぐらい僕の中では大ヒットです。もちろん歌詞もすごいんですけど、まあ、メロディーもね素晴らしいし。で、なんて言ったって、プロモがめっちゃかっこいい。うん。これ確かね、あるはずなんで、下に URL、概要欄とか貼っときますんで、ぜひ見てみてください。とてもおすすめです。で、その歌詞がね、すごい考えさせられるというか、考えさせられるメッセージもありつつ、若干哲学的な部分も混ぜつつ、それでいて、いきなりちょっとだけこう日常というか、すごく身近なものが顔を見せつつっていう、こう、すごい混ざってるんですよ。まあなんて言ったって最後のね、締めの部分がもう本当にガツンと。なんか最後の最後まで気を抜かないっていう感じの曲で、そこがね、すごい、歌ってても、まあカラオケで歌ったりすることあるんですけど、すごく気持ちがいい曲です。だからね、これ、バンドでやりたいなって心の底から思ってるんですけど、まあ、なかなかできない。そもそもメンバーがいないっていう、そこなんですけどね。まあ、いつかやれたらななんて夢見てます。もしそれができたら、YouTube でアップしようかななんてことも思っております。はい。というわけで、今回は大変おすすめな曲、ラッドウィンプスの有心論について語ってみました。さよなら。